界気にしちゃく。すげえ。今日は皆既日食を家族全員で見たので、まあ、その辺のね下の方から見たんですけど、その様子をご覧ください。皆既日食、意気込みはいかがですか？晴れるといいなって思ってます。何か準備とかされてますか？サングラス買いました。これ太陽見えるやつ。今もう全く見えない。楽しみだね。楽しみだね。うん、皆既日食何か知ってる？知ってる人。はい、山ちゃん。皆既日食は一日だけ暗くなる日。それでなんでかっていうとは、それで暗くなる。だんなくなるだけ。バイバイで行くだけ。皆既日食説明しよう。皆既日食とは、太陽が月の影に入ってしまい太陽が見えなくなることである。皆既日食とはその名の通り太陽が全く見えなくなる状態のことを指す。ただしトロントでは 86% しか隠れない。だからそんなには暗くならないと思うんですよね。でも多分だいぶ暗くなるよ。8割以上だったね。うん、この辺だと次に見れるのは2044年なので、あと30年ぐらい見えないし、この都市部に皆既日食がかかるのはめちゃくちゃ珍しいので、多分本当に100年に1回とかそういう感じ。皆既日食場所に行けば10年に1回ぐらいは見れるんですよ。だから北極とか南極とか行けば見れる、うん、都市部では珍しい、ね、都市部では見るのは難しい、うん、そう。だからナイアガラにめちゃくちゃ今人が10万人100万人ワンミリオンワンミリオンだから100万人ですね、うん、行ってるらしいですよ。私たちは自宅から見ます。太陽欠けてるでしょ。欠けてる？欠けてる。ね。太陽欠けてる。やべ、めっちゃ眩しい。良い子のみんな真似しちゃダメだぞ。よし。すごいね。よし、外行って見に行こう。よし、外行って見に行こう。見に行こう、見に行こう。よし、行こう。皆既日食。すげえ。すごい。見たエクリプスとはまた一味違う。ああ、あの宇宙ステーションで乗った時のね、うん、そうだね。やっぱ地球の影に入っちゃうからね。宇宙ステーションでまだ僕がいた時の話になります。そうですね。やっぱあのロシアの方とね仲良くしてたんですけど、やっぱあんまり太陽はねあの好きじゃないって言ってましたね。ソユーズ。ソユーズ。僕はまあソユーズで行ったんですけど。懐かしいな、あの頃の宇宙飛行士たち仲間は元気かな。皆既日食明るいじゃん。確かここは夜じゃん。すごいね。今一番暗くなってるんですけど、本当に昼なのに夜みたいに暗いですね。この夜の他の外のライトアップとかも見えたり、あと部屋の中が明るく感じます。登録といいねボタンよろしくね。バイバイ。